ありますよね、はいはい、ああいうのは去年作ったところでこれを入れとけばほとんど意識しなくてもいい。同じ土壌を使って、そうですね。でもやっぱり同じジャガイモはやっぱりジャガイモなりに好きな成分っていうのがあるので、あ、やっぱり添削した方がやっぱり絶対うまくはできます。もちろん最初は例えばキラグリーンエースだけでずっとやっててもですね、3年4年経ってくると出来が悪くなってくるんです。同じ場所で作るとですね、そうなると今度、リン酸カリが足りなくっていうのがまず出てくるんですね。で、まあ、208っていうのがあるんですけど、でさらにこれで入れてても出来なくなってくるんですね。そうなると今度ミネラルの方が必要になるんですね。このキラグリーン5号っていうマグネシウムとか、計算が入った次第ですね。まあ、カリもそうですね。で、まあ、やっぱりその添削をすれば、こういった、連作対策の資材を入れなくても済むんですよね、はい、だけど同じ場所で作ると入れる必要があるんですね。だからプロの農家さんはこれ入れてもらってるっていうのは、同じ場所でずっと作りますから、はい、入れてくれとるという感じですね。